皇家神,神社は、千葉県南房総市にある神社である。式内社で、旧社格は合社料理の祖神を祀る神社として、料理関係者や、醤油醸造業者などから数計される。岩鹿六眼命、及び、天寺公大臣、稲荷大臣を祀る。当社の創建の由緒は不詳であるが、皇家神社の由緒書,書では、岩鹿六眼命の子孫の高橋氏の一部のものが、 祖神に縁のある暗亡国に移り住み氏神として祖神を祀ったのではないかとしている。縁儀式神明朝に暗亡国朝日奈郡高家神社と記載されているが、後に衰退、廃絶したものと見られ、長らく所在は不明となっていた。現在の高家神社の起源は江戸時代の初頭である。現那六年、高木吉右衛門が桜の木の下から木造と二面の鏡を発見し、 それを神体として、神明者として神社を創建した。その約200年後、この鏡に、未血の人、岩鹿六眼命と書かれていることがわかり、これは、所在が不明であった、光景神社の神体であろうということで、文政2年、京都の吉田御所に届け出て、証を願い、神明者から光景神社に改称した。長子市の髭田醤油工場内に、 醤油醸造の守護神として、当社の分例が勘定されている。勘定したのは、後に、醤油縁閣詞を着する同社社長、田中直太郎である。田中直太郎や、日本料理法大前の石井次平、日本料理研究会の三宅古健らの紹介により、後家神社の名が、日本全国に知られることとなった。ありがとうございます。